こんばんは。ここは京阪線のクズハ。今日一日なんだかんだ京阪をブラブラとしていたんですが、これから郡園に向かいます。特急は止まらないので、ここに止まっている急行に乗って郡園まで向かうんですが、あれ、なんかいつもと色が違う。携帯の 0.5 で撮るおかげで本当に古くなっちゃってるな。技術は令和なんだけどな。クズハを出まして、こっから枚方市、郡園、寝屋川市と泊まっていきます。あ、枚方公園忘れてた。さて、令和6年現在、京阪線といえばこの深緑と白、そして薄い緑の線が塗られた今の京阪の通勤電車って感じの色をしています。界隈ではどうやらコミューター色と呼ばれてるんですかね。まあ、めんどくさいね、今回は通勤色と呼ばせてもらいます。その車の車内はだいたいこういうロングシートが基本です。最近は車も新しくなっていき、昭和と平成の境目な環境からこれぞ令和の京阪ですっていう1万3000系の綺麗な車内内装となっていっています。実際には6000系を越して1万3000系系統が現在の京阪線での最大勢力となっています。ただほとんどロングシートですが、時折例外車がたまにいますけれども、それは今回省きます。あの色だからロングシートってわけではない車もいるんですね。さて、その話を踏まえて今乗っている急行の車内を見ていきましょう。座席は他の車と同じロングシート、ただ全体的に車内の中身はほんのりふんわり緑色、薄い黄緑って言った方がええんですかね。なんかこれで本当昭和に走っていましたよっていう風格をめちゃめちゃ出してきておりますけれども、こういう類の車もさっきの通勤色をまとっていました。京阪中之島線が開業した時に通勤車の色が一新されたってはずだったんですが、実は今回その通勤車の中に60年も走っているという、まあ深く掘ればだいぶやばいのがいろいろ転がっている形式、2200系っていうらしいんですけれども、そのうちの一編成を中之島線開業前の京阪の色、ちょっと一昔前の懐かしい色に戻して今現在バリッバリに走っております。2200系という形式がどうやら60年目を迎えるようでして、今回それを記念してうち一編成にのみ昔の色を蘇らせて今現在走っていますけれども、すごいですね。少なくとも関西には2つ60年選手がいるというんですから、いやー、今令和6年って信じられない光景ですよ。本当に南海線でもそうですが、どこかちょっと懐かしかったり、またそれを知らない人らが新たに昔を知るといういいきっかけになる、というか私もこうしていいきっかけになるんだなと思ってますけれども、古い車が昔の色をまとって現代に走るその姿、好きあらばすごく注目していきたい。いや、このチャンスは絶対逃せないですね。というわけで今日はなんかたまたま京阪乗りに行って、たまたまその急行が急塗装だったってお話です。皆さんも訪れた際に一度探してみてはいかがでしょう。というわけで今日はここまで、ご視聴ありがとうございました。ちなみに今は6000系と7000系は1万3000系住居の車内に更新されています。